美しい桜の花が満開の河川敷き。海外でなくても台湾で楽しめます。しかし、休日の宿泊料金が下がりません。そんなお金を使えますか宿泊料金についてある人は、台北市なら1泊6,000円から7,000円でしょうと話し、またある人は、平日と休日は1,000円から2,000円の差がある。休日、価格が下がるなら嬉しいと話しています。交通部の王国財部長は、 今年は航空路線の9割以上が回復し、台湾を訪れる観光客が1200万人に達するとみられる。旅行・ホテル業界はオフシーズンの宿泊客を補うことができ、休日の宿泊料金を下げるよう促す理由になる。オフシーズンに設け、ハイシーズンも高ければ出席すべきだと述べています。 中華民国観光旅館商業同業公会の拓秘所長は市場メカニズムを尊重するよう政府に求める宿泊料金はこうしたメカニズムで決まっているのでありまた人手不足のため客室の5割から6割しか稼働できていないと語りました昨年台湾を訪れた観光客は648万人今年の目標である1200万人にはまだ開きがあります 先ほどのク秘所長は政府は包帯者の数に重きを置くべきではなく質に目を向けるべきだ台湾を訪れる旅行客が台湾を深く知りたいと23泊または1週間滞在するこれは私たちにとって一番ありがたいことだと述べました海外から台湾に来る外国人観光客に宿泊料金の問題解決を期待する政府に対し業界関係者は人手不足の問題が価格に影響している国内旅行者にも影響があると指摘しています